ゼニソウとは中国における旧式の金融機関。ゼニホなどの異名がある。その起源は宋代にあったナオシボに遡る。ナオシボは動銭、銀城、公師の両替業務などを行っていた。これが明の頃にはゼニホと呼ばれるようになり、清の乾隆年間には現在のチャンス賞、石講賞、福建賞などでゼニソウの名称が用いられるようになり、 全国的に用いられるようになった。また、賛成賞には同様の役割を果たした、標庫があった。ゼニ層の主たる業務は、事実上の本位通貨として、高額取引や遠距離間取引には欠かせないものになっていたにも、かかわらず、貨幣として存在していなかった銀の固形体である、銀条と日常的に用いられていた銅線の両替を、行い、その際に、 手数料を得ることであったが、19世紀に入ると、選票と呼ばれる動線との引き換え可能な、小学紙幣を発行して、現金の預かりや払い出し業務も行うようになった。さらに出資者による、銀預金を元でとした銀票の発行をはじめ、地域によって規格、企画、金位が異なるためにそのままでは使うことができないた地域の銀場の交換や開票と呼ばれる為替の、 発行など今日の銀行業務に近い業務を行うようになった。こうした業務を支えたのは、騎馬業などの同業者組合の存在であった。あとに、中国金融の中心地となる上海のゼニ層は、もともと商工出身者によって設立されたものが多く、上海や近隣のチャンス、石膏了承を拠点として米や大豆を扱う、商人や、これを輸送する。 幸運業者の出資を受けて事業を広げ、1776年には、上海戦争の騎馬業の代表的存在である、北市銭業会館が設立されている。個々の銭層が発行した銭票、会票は騎馬行を介して、広範な決済が行われた。アヘン戦争後に外国銀行の中国進出が盛んになるが、銭層はかえって発展した。 理由としては、ゼニソは中国伝統の経済システムに合わせて発展してきたこと、中国の人々が銀行の複雑な手続きを寄否して信用のみによって貸付を受けられるゼニソを好んだこと、出資者が無限連帯責任を負ったこと、そして外国銀行側も不慣れな中国の召喚集の中で、個々の顧客と取引するよりもゼニソに対して折り表。 チョップローンと呼ばれる短期信用貸付を行って、ゼニソに現地における金融業務を行わせる方法を取ったことが挙げられる。だが、19世紀末から20世紀にかけて、中国経済が国際経済に組み込まれることによって生じる景気、変動や侵害革命や北伐などの政治変動によって、ゼニソの経営は大きく揺さぶられることとなる。 1910年のゴム恐慌や1930年に中国に飛び火した世界恐慌によって多くのゼニ層が破綻した。さらに19世紀末から登場してきた中国民族資本による銀行は中国国内における金融市場開拓を施行したことからゼニ層と激しく競合した。特に通貨制度の近代化をめぐって銀城を軸とした銀領制度の維持を望む。 ゼニソと銀貨を軸とした銀元制度への改革を望む銀行が激しく衝突した。1933年の配慮改元及び2年後の法兵導入によって銀行側の勝利に終わるとゼニソの中には破綻するものが続出し残った戦争も中央の発見銀行から法兵の融資を受けることで通貨を確保せざるを得なくなったことでその影響下に入った。ところが 日中戦争と続く国境内戦によるインフレーションはゼニソウに投機的機会を与えて勢力の回復をもたらした。だが中華人民共和国の成立によってゼニソウは政府や中国人民銀行の厳重な監督下に置かれ投機的活動の禁止と生産部門投資への強要と公私合意の徹底を図った。このため 1953年頃には、ゼニソウは、公私合営銀行に転換されて、完全に消滅し、わずかに、中華人民共和国の支配下に入らなかった、台湾や香港の中小零細金融機関の名称として存続しているものが残されているだけである。ありがとうございます。